ナリー、やっと冬らしくなってくれた。はい、2月1日です。昨晩から、昨日昨晩から降り積もった雪がだいぶ恵みの雪で嬉しいです。今日は愛ちゃんと一緒に駒山スキー場にスノボー女子しに来ました。愛ちゃん1年ぶりか、スノーボード。1年ぶり。じゃあ準備して駒山滑っていきましょう。お、うまい。お、スムーズになってきました。そうそうそう。おひさお。ゆきちゃん、ちょっと休憩タイムです。わ、なんか見て音。あ、光の具合か。川がさ、すごいエメラルドグリーン。なに、ここ温泉出てんのかな。湯気出てる。確かに。ゆきちゃん行かないで。危ない危ない、怖いよ。あ、怖い怖い。風琴灯が出てる。ゆきちゃん来て。雪がまだちょっとありますね。落ちないでよ。じゃあゆきちゃん、毛が抜けるね。そう、もう春だから抜け始めちゃった。ゆきちゃん、じゃあ新潟でまた会おうね。ちょっとの間のお別れです。あれ、2月予定教えてん。うん、じゃあお父さんとゆっくり帰ってね。17日か16日。あ、それね、雪不足でなくなった、16日の。よし、忘れないから。ゆきちゃん、またね。またね、ゆきちゃん、ラブユー。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。おめんは見てください。ゆきちゃん、バイバイ。ひさおちゃん、バイバイ。バイバイ。今日なんだよ。今日は、谷口高田のすねをかじりまくるツアー。今日はね、あの、タカピーがいろいろお仕事でね、今日は白馬に来たので、私とアスカも誘っていただいたので。このお仕事は、お二人に給料を払っています。今日はね、私初の白馬のコルチナスキー場に来ました。どうですか？最高ですよ。雪も降ってますよ。恵みの雪。ファイナリー、やっと冬らしくなってくれたね。最高。これこれこれ、雪にまみれてさ。今シーズンまだ雪に溺れてなかったもん。でもさっき溺れた。雪に溺れてさ、マイナスイオン受け取って。そうです。今日は雪山でマイナスイオンを受け取ります。あの人受け取ってますね。ふぅーイエー。最高の天気です。やばいね。超綺麗。山々に囲まれております。超綺麗な白馬。最高。今日は土曜日です。今日は、大阪のスノーボードショップ、リード大阪さんの、滑ろう会ツアーに呼んでいただいて、マダラオ高原に向かってます。全然降ってなかったのに、やっぱ山沿いに来るとめちゃくちゃ降ってる。2日間、楽しんできます。やば。いけ
行け行け、そのまま行け。おお、イエーイ。イエーイ、くだいち、イエイイエイ。スタート。いいよ。ディロップ。いや。やばいね。やばい。やばいね。めっちゃ楽しい。じゃあそのまま。さあ来い。一緒やん。はい、福島来ました。なんか福島のなんだっけ、日本三大、日本三大饅頭だって。かしわやのね、こしあんさん、すぐも行ってみたい。あなたはどっち派？ま、腰おいしいです。これ何？よくお土産でこれ持ってた。何ですか？これこれこれ、とりあえず1個買っていこう。1個買ってみたい。僕は2個。レモンもおいしい。どれ？くるみゆびし。日焼け止めがいる。確かに。今日はあの来週ね、横浜で来年のモデルの展示即売会じゃなくて展示会があるんですけど、それにあたって来期のモデル、シムスの板の来期のモデルを今日しっかりと試乗して、お客さんやお店のねディーラーさんに。こんな感じですよっていうのを説明できるように乗りたいと思います。まだね見せれないんですけど、この Vlog はもう見せても OK な時期になってると思うのでお見せします。じゃん、これは鳥かな。私は鳥は苦手なんですけど、これを機に得意になろうと思います。こっちはトランスフォームキャンバー、そして私の大好きなダブルキャンバーザデイです。これ来期のモデル。そしてこれめっちゃかっこいいよ、かわいい。そして今見せるね、こちらです。ずっとずっとずっと、やばくないソール、知らないんですけど、なんか多分復刻版だと思います。シムスの20年ぐらい前の、もっと前かな。こちらキャンバー、大好きな APV ですね。足のなんだっけ、バインディングの先にスネークバイトっていう、
テクノロジーが搭載されてて、キャンバープラス簡単に噛みやすい、とってもいいキャンバーです。でもね、去年よりはね、リアルウッドを使ってないので軽量化されてて重くもないし、あと硬さもちょっと柔らかくなって、女の子にもすごい扱いやすくなってるそうなので、本当かという思いで、疑いを持って今日は試乗したいと思います。お願いします。はい、はい、やば、皆さんこんにちは。こんにちは、フーズ TV です。今日は、はい、1年に1度のスノーボード、サーフィン、スケート、横乗りの、うん、横乗りアイテムのお祭りですね、来年の展示会ですね、はい、来年モデルが見れる展示会に横浜パシフィコで行われてるんですけど、なんとうちらが大好きなワンワンコーナーがあるので、今年からしかもニューなんです。なので見に来ました。あ、こちらアドバンスマーケティングが取り扱っているリーズドッグサプライという、私もいただいております。ワンちゃんの首輪と紐ですね、のブランド。あのカリフォルニアのサーファーが立ち上げたブランドで、こちらをお買い上げいただけるとチャリティーにもちゃんとねリンクされてるので、皆さんチェックしてみてください。かわいいですね。かわいい。一瞬撮ってもいいですか、これだけ。これかわいい。サーフィンにご飯が乗せれるようになってます、サーフィンじゃない、スケートボードですよ。スケートボードに、スケートボードにね、レオンみたいなご飯が、レオと三浦さんが、あ、三浦さんかわいい、かわいい、そこにいる、いた、あんまりそーっと行くんだよ。こんにちは、カラちゃん。すごいすごい、尻尾で尻尾でバチバチしてる。カラちゃん、カラちゃん、カラちゃん、こんにちは。なの？いい子だね。お座り。待て。お座り。お手しないです。お手しないって。待て。待てよ。よし。すごい。4歳だよ。いただきます。ぜひぜひ。いいんですか。シニア向けはさらに関節に優しいコンデルチンとかセルコサミンが入ってます。いいです、ね、嬉しい。食べさせます。ぜひ。ありがとうございます。試してみてください。ありがとうございます。ワンちゃん猫ちゃん、今度は何ですか。ワンちゃん猫ちゃんのおやつをいただきました。関節サポート最高。いいんですか。はい、いっぱい入ってる。試してみてください。ありがとうございます。おやつサプリ、なんかいいのがいっぱいあって困るね。めちゃくちゃ明るいけどめちゃくちゃ漏れてるよ、中ちゃん。女の子のボードから行きたいと思います。え、これレディース？レディース。めっちゃ可愛いよ。可愛いでしょ。うん。裏オレンジ。いいね、いいね。ハイブリッドキャンバーです。今まではハントフォーユーっていうモデルだったんですけど、名前がソーファンっていう、すごく楽しいソーファンっていう名前に変わって。ハントフォーユーはどこ行ったの？ハントフォーユーは、うん、やめましたね。こちらになったんですか？はい。ハント。ソーファンです、はい、あのメンズのハントも全部なくなりました。あ、そうなんやね、はい、なんで名前がちょっとガラッと変わるんですけど、古いふちゃんだ、ふちゃんだ、ハヤトピントがあった、ひなぶりです。あ、じゃんじゃん、写真じゃないんだ。せーの、よいよいよ。あ、どっちか、びっくりした。よいよいよ、よいよいよ、皆さん、どうよ。俺がぶち上げる、メーブインダウスよ。疲れた。あ、皆さん、お疲れ様でした。あ、インタースタイル2020が終わりました。2日間だけだったけどね、いろんな人にも会えてすごい良かったです。行けて、あー楽しかったけどめっちゃ疲れた。今日は横浜からちょっとまた離れたところにホテル取って、また明日も東京でね、東京か、ここは明日も午前中だけですけど、ちょっと大きいミーティングのお仕事があるので、もう一泊してお仕事終わったら明日
長野に帰ります。あ、今日はゆっくりこれからお風呂に入って編集して寝ます。皆さんお疲れ様でした。そしてあのよいしょ、インタースタイル会えた皆さんすごい楽しかったです。わざわざ会いに来てくれた皆さんも本当にありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。はあ、やっぱね、人と会うってのはいいですね。はあ、楽しかったけど疲れました。はあ、すごい綺麗、広い、しっかり入れるお風呂、いいね。すごいさ、こうやって何もこう出てないんだよね。これも閉まってて、すごい綺麗にこう何も出てない壁なんだけど、何かこうやって何か出てくるだろうなって、こうやって一生懸命こうやってこうやってもこうやってもよく分かんなくてさ、プッシュってやったから、こうやってプッシュしたらここがさ、こうやって開いてさ、こんなコンパクトにハンガーとかもね収納してあったので、ここプッシュするとコップとケトルが出てくる。すごいね。ミーティングが終わったので帰ります。りえちゃんです。同じ長野、方面が一緒だった。嬉しいです、嬉しいです。ランチも食べて、タピオカもゲットして、タピオカもゲットして、あとは新幹線に乗るだけです。